ヨゼフ・デニーケア、ジョゼフ・ルニケールは、ロシア生まれのフランスの博物学者、人類学者である。ヨーロッパの詳細な人種地図を作成したことで知られる。ロシア南部のアストラハンに、フランス人の両親のもとに生まれた。サンクトペテルブルクの大学、高科研究所で学び、エンジニアとなった。高カサスの石油地域や中部ヨーロッパ、イタリア、ダルマチアを旅した。フランスに移住して、 ソルボンヌ大学で学び、1886年に自然科学の学位を得て、1888年にパリ自然史博物館の司書主任に就任した。世界地理事典の執筆者の一人で人類学や動物学の学術雑誌に多くの論文を寄稿した。1904年にイギリスの王立人類学研究所に招かれ、ハクスリー記念講師職を受けた。 ドゥニケールの霊説でいるヨーロッパのヨーロッパの人種地図人類学のドゥニケールの主張は地球の人種と民族である。ドゥニケールの作成したヨーロッパの人種地図は20以上に上る人種に分類したもので当時多くの研究に引用された。ヨーロッパにおける主要な人種が何種類あるかについてウィリアム・ゼット・リプレイラと論争した。ドゥニケールの人種の分類ではヨーロッパの主要な人種を 北方人種、地中海人種、オリエンタル、ディナール人種、イベリア人種、アルプス人種がおり、またドュニケールの人種分類は、ナチスを抱えの人種学者、ハンセギュンターに影響を与えたとされる。ありがとうございます。